佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もどうぞ最後までお聞きください。早速ですが、私佐藤美久は、普段女優タレントとして活動させていただいております。先日ようやく予告編が公開された映画22世紀寓話に主演として出演させていただいたほか、毎月今お聞きの番組以外に同じく市川うらら FM さんで、毎月第2第4日曜日お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライ、毎月第1第3金曜日夜にネット配信番組、Me Too Show では、佐藤美斗という、ネットアイドルという設定で、ゲーム生配信もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さてこのコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回のテーマはニュースでも話題になった義理チョコはパワハラかということについてちらっとお話しさせていただきたいと思います。まず報道によりますと、バレンタインデーに従業員の間でチョコレートのやり取りを禁止する会社が増えているようだ。衝撃の調査がある。アンケートによると、男性社員が女性社員に義理チョコを要求するのはパワハラだと思うかという質問に対し、4割近くの人がパワハラだと思うと回答。会社での義理チョコは職場の潤滑油どころか、むしろパワハラと捉えかねられない時代なのか。実際に職場での義理チョコ禁止という会社を取材すると、上司に渡さなければならないといったプレッシャーを取り除くため、一部の部署で6年前に辞めて以来、今や全社的に、禁止にしたそうだ。こういった風潮を受けて、社交辞令的な需要が減っていることも影響したのか、バレンタインデーの市場規模が2年連続で縮小しているという調査もある。バレンタインデー商戦に逆風が吹き荒れる中、百貨店各社が生き残りをかけた秘策は、もはや人に送るチョコを買うのではなく、自分がその場で食べるイベントにシフト。伊勢丹新宿店もその場で食べるイートインに力を入れていて、ハート型のアイスバーや珍しいチョコ味のソーダなどが味わえる義理チョコや友チョコに続くイートインチョコはバレンタインの新たな定番となるのだろうかとありました。ですね、結構私これ初めて聞いた時に、そうなんだって思ってしまいました。実際はですね、このね、記事を読ませていただいて、なんと言いますか、そうですね、確かに、ちょっと考えると、例えばですね、A さんとしましょう。A さんがですね、上司の方にチョコちょうだいよっていうふうに、言われて、例えば、A さんはチョコをあげたとします。すると、例えば、B さんはあげてない状態で、例えば上司の方から、A さんにはもらったけど君からはないのっていうふうにこう言われてしまうと、例えばこう A さんがあげることによって、みんなもあげなきゃいけないっていうこう流れになってしまうのかななんて私はちょっと考えたりもしてしまいました。はい。であとはこうチョコちょうだいよっていうのはこんな、例えばなんていうんですかね、ノリと言いますか、そうですね、飲み会の席とかでこうノリで行ってしまったりとかっていうのも、多少はあるのかななんていうふうには思いますね。はい。で、確かにこの義理チョコをね禁止するっていうのはすごく一つの案なのかなっていうふうに私も感じましたし、なんていうんですかね、義務教育でいう、小学生だったり中学生が学校にチョコを持ってきちゃダメだよっていう風になるのかなっていうふうに思います。会社は仕事をする場所だからっていう考えもあるのかななんていうふうに思います。ただですね、私のようなこう芸能のねお仕事をさせていただく立場からしますと、やはりこう
まあ、私の場合ですと佐藤美久という名前であったり顔ですね、たくさんの方に知っていただきたいと思いますので、まあ私はでも、ま、なんていうんですかね、チョコレートとかこうバレンタインデーとか作るチョコ作るの好きっていうのもあるかもしれないんですけれども、でもこうね、私自身はこう 名前を知ってもらって、こう何かねこう例えばあチョコくれた佐藤美久ちゃんだっていう風にね、ぜひねこうなんかちょっとでもこう覚えていただけるために、うーん、私はでもやっぱりこうなんですかね、やっぱ作り続けるっていうか、こう皆さんにこうありがとうございます、私佐藤美久ですっていうのをですね、こう続けて行こうと思いますし、こういろんな方にお渡しできたらなというふうに私は考えております。はい、どうですかね、皆さんもいろいろね考えはあると思うんですけれども、はい、ではですね、以上ミクの一人の独り言のコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされた注目されている方々メンバーについてミク的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン、今回推しメンとしてお越しいただきましたのは、今月12日からここ市川うらら FM さんでも始まった、新番組愛され召し上がれのメインパーソナリティでもいらっしゃる料理カウンセラー愛され召し協会代表の青木由美さんです。青木さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。青木由美です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まず青木由美さんについて簡単にいただいておりますプロフィールをご紹介させていただきます。青木由美さんは私と同じく千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得、その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後2012年に起業、料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる料理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立、現在は料理で婚活をテーマに婚活イベントやセミナー、カウンセリングと幅広くご活躍中で、先ほども申し上げました通り今月からここ市川うらら FM さんで毎月第2、第4火曜日夕方6時からうちの事務所の先輩佐々木千明さんと愛され飯しあがれという、料理と婚活をテーマにした新番組にメインパーソナリティとしてご出演されていらっしゃいます。そんな今注目の女性実業家さんでもいらっしゃる青木由美さんにいろいろとお伺いしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。まずやはりお伺いしたいのは、料理を始めようと思われたのはこういくつぐらいの時ですか？私高校生の時がきっかけになるんですよ。はいはい、で高校生の時に大失恋をしましてでその時に友人がですね、はい、いろんな話を聞いてくれて、でお料理手料理食べさせてもらったんですね。はい、それが美味しくて、やっぱり私もこうやって料理で人をこう元気にしたりとか、こう慰めたりとか、生きる人間になりたいなと思って調理師学校に進みました。そうなんですね。お友達がのきっかけで始められたってことなんですね。はい、この番組をですね最初からお聞きの方はご存知なんですが、私全く料理が苦手でして、もう何だったらそれをちょっと売りにしてちょっとコーナーしてにしてみたり、佐藤飯っていう料理映像をですね配信してるぐらいなんですが、そもそもこう料理がうまくなるこう秘訣っていうのは何でしょうか？いや私も佐藤飯見させてもらいました。いやお恥ずかしい。いやハンバーグ作ったりとか、あとオムライス挑戦してて、いやもう見ながら頑張れって思っていやただ料理のと料理家の方にそんな申し訳ないけど拙いところいやすごい面白い企画で、レシピなしであれ作るんですよね。はい、本当に全く見ずに、私の想像こあれだろうなっていうのを考えながらやらせていただいてます。いや、はい、すごいレベルの高いところからスタートしてるんだなと思ったんですけど、そうなんですね。一番最初はやっぱり、はい、市販のタレとか、はい、例えば焼肉のタレ、はいはい、ああいったものとか、あとはドレッシングとか、はい、ああいうものをこう活用して、はい、ただ焼くだけとか混ぜるだけとか、はあ
あ、そういうところからこう始めていって、慣れたらレベルアップをしていった方が、まあ、一番簡単にハードル低く上達してきます。なるほど。結構私結構逆の方からすごいことしてました。攻めていってた感じです。なるほど。あ、なんかすごく分かりやすい。助かります。そしてあの料理だけではなく、それをこ婚活に導いていくと、なかなか結構こう誰も考えつかない方法と申しますか、メソッドになるんでしょうか。とりあえずあの料理から婚活への発想はどういったところがこう生まれてきたんでしょうか。あの一番最初は本当に普通のお料理教室始めたんですよ。はい、あ、そうなんですね。はいはい、でそういったところでやった中で、はい、こう恋愛相談とか、あとは旦那さんとの夫婦間コミュニケーションをどうしようっていう相談がとっても多かったです。女性ならではのってことですね。やっぱり料理ってコミュニケーションのうちの一つなんだなっていうのを感じたので、はい、じゃあもう料理ってい う, こう作り方スキルを教えるんじゃなくて、はい、ツールとしてどういうふうに人間のコミュニケーションを取っていくかを教えようと思って、はい、そこがきっかけだったんですよ。そうね、やっぱ女性が多いっていうところからこういろいろこう発想が生まれていく。そうですね。であの先ほどあのご紹介させていただいた愛され飯協会っていうのはどんな協会なんですか。はい、あの一言で言うとですね、はい、次々に生徒が結婚していくスクールなんですよ。あ、なるほど。あのやっぱりこう料理のもちろん作り方もやるんですけど、はい、まあ、それ以外にこうカウンセリングを行ったりとか、 あとは調理理論っていう、なぜ失敗するのとか、はい、なぜ焦げちゃったのとか、あ、そういうものをやったりとか、あとはまあコミュニケーション術を学んでいくっていうことをやるので、はい、まあ、彼の心と胃袋と両方をつかめるっていうのが、うわー、すごい。はい、胃袋だけじゃなくてこう内面の部分も掴んでいこうという。そうですね。最近は企業様でも、はい、やっぱりあの社員同士のコミュニケーションを強化するっていうことで、はい、企業様向けの教室もやったりしてるんですけど、そうなんですね。それで料理とコミュニケーションがこう大事になってくるってことなんですね。はい、そうなんですよ。なるほど。あのそのあの青木由美さん実は本もあの出されていらっしゃるんですよね。はい、ちょっとここにですねあの映像配信版で、ね、ご覧いただいている方はあのご覧いただけると思うんですけれども、あのせっかくなんでここあの簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、あの絆出版からあの、はい、発売中なんですけれども、愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるという本なんですが、あのなんでレシピ通りに料理を作ってもダメなんだろうっていうこととか、はい、あとあの胃袋をつかむ料理と普通の料理の違いっていう部分とか、はい、あとはですねちょっと女性に一番人気なのが、はい、途中のコラムなんですけれども、はい、自分が何タイプなのかっていうのを見るページがあるんですね。あ、なるほど。例えば、はい、ジャイアン女とか、あとはスイッチ女とか、はい、いろんなタイプがありまして、はい、あ、私これだみたいなので皆さん盛り上がってます。そうなんですね。はい、ちょっと性格診断みたいな要素も入ってるということですね。そうですね。はあ、なるほど。本当に私もあのレシピ見てもちょっと失敗するタイプなので、これをぜひあの読まなきゃいければと思います。ぜひぜひ、はい、なるほど。ぜひ皆さんお買い求めいただければなと思いま す, でです、ね、さてあの青木由美さんがメインパーソナリティを務めていらっしゃる、新番組愛され召し上がれは、はい、あのどういった番組なんでしょうか。あのこれもですねラジオで料理をするっていう、はいはい、ちょっと変わった企画になるんですけれども、あ、はい、あの例えばですね、はい、10分で作れる超簡単レシピをご紹介したりですとか、 あ、はい、あとですねあの恋愛相談のコーナーがあったりするんですよ。はい、でその中でもですね実はあの弓的ゴールデンレシピっていうコーナーがすごいですね。はい、でこのゴールデンレシピも、はい、あなたのためだけのレシピを作りますと、はいいうコーナーで、いろいろなこう悩みとか、はい、あとは好き嫌いとか、はい、質問をいくつかさせてもらうんですけど、はい、そこからじゃあオリジナルのレシピを作ると。なるほど。もしよかったらなんですけど、はい、今ここで、はい、あのミクさんのオリジナルのゴールデンレシピちょっとやらせてもらってもいいですか。いいんですか。ぜひぜひ。あ、じゃあぜひお願いします。はい、じゃあちょっと、はい、あの質問をさせていただきたいんですけど、はい、いいですか。はい、まずですね、はいはい、生年月日を教えてください。はいはい、1994年6月13日です。はい、はい、
次に出身地をお願いします。千葉県です。はい、あとですね、好き嫌い。はい、好き嫌いはですね、はい、パクチーがちょっと苦手かなっていうふうに思います。はい、逆に好きな食べ物ってありますか？まあ、料理だと、ラーメンで、総合的に考えるとイチゴです。イチゴ、はい、かわいらしい。ちょっと女子っぽい部分出てしまったんですけど、はい、じゃあ逆、そのアレルギーとかあります？あ、はないです。あ、ない、はい、OK です。そのパクチー嫌いって言ってましたけど、はい、いや実は私もパクチー苦手なんですけど。すちなみに嫌いな理由ってあります？そうですね、結構女性の方好きな方多いと思うんですけど、ちょっと匂い、口の中に広がるちょっと匂いがちょっと苦手ですね。はい、確かにこう強烈な匂いが ね、そうですね、癖もありますしね、はい、なんか好きな方はあれが好きみたいですね。そうなんですよ ね、はっきり分かれますよね。分かりました。はい、じゃあ次に、ドレッシングをサラダに普段どのぐらいかけてるかなんですけど、はい、たくさんかけるか普通か、はい、それとも少量かかけないか。少量ですね。わかりました。はい、じゃあ普段の自炊の割合は？そうですね、すいません、ほとんどしてません。 OK です。はい、すいません。はい、じゃあ次にですね、はい、今一番こう成功させたいこととか、はい、あとは悩みだったりっていうのを次の中から選んでいただきたいんですけど、はい、まず恋愛、はい、仕事、はい、勉強、はい、健康、はい、金運、さあどれでしょう？やっぱりお仕事ですかね。はい、そこはね、はい、わかりました。じゃあですね、はい、そこからちょっと読み取っていってですね、はい、メニューなんですけれども、はい、まず厚揚げのきのこあんかけ、はい、あー美味しそう。次に、わかめと蛇腹きゅうりの酢の物、はい、酢の物大好きです。はい、はい、あとはしじみのお味噌汁、あいいですね。はい、あとはご飯ですね。あーなるほど、はい、はい、で今揚げていった、はい、厚揚げのきのこあんかけ、はい、こちらはですね、やっぱりきのこって体の中からきれいにしてくれるっていう効果もありますし、はい、あとですね、わかめと蛇腹きゅうりの酢の物に関してはですね、はい、わかめって髪にもやっぱりとてもいいじゃないですか。はい、女性って髪が綺麗だと最大で10歳若く見えるとも言われてるそうなんですね。そうなんですか。あ、初めて知りました。もちろんね、今でも十分お若いんですけれども、はい、髪綺麗にっていうのはやはりお仕事柄も ね、はい、大事だと思うので。はい、そしてしじみのお味噌汁に関しては疲労回復もあって、はい、で、あと睡眠の質高めてくれるんですよ。あ、そうなんですね。結構お酒の、イメージが強いですけども、そうですね、肝臓をね、はい、活発に働かせてくれるとも言われてますよね。はい、そうなんです。なので今回はこのメニューを選ばせていただいたんですけれども、はい、今度ここからですね、はい、1品どれかこのレシピ欲しいって選んでください。ですね、きゅうりの蛇腹、あ、はい、きゅうり、わかめときゅうりの蛇腹の酢の物ですね、がいいです。はい、やっぱ髪きれいに、はい、わかめがすごい、海藻が私すごく好きで、あ、はい、なのでぜひ、あ、そこですね、わかりました。はい、じゃあ、私新しい番組の中でゴールデンレシピを紹介するコーナーがあるので、もしよかったらなんですけど、はい、今度ゲストで来ていただいていきます。あ、いいんですか？ありがとうございます。ぜひお願いします。でその時にレシピご用意しておきますんで、はい、嬉しい、はい、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。では私もそのレシピをいただいて、ちょっと砂糖飯もちょっとまたチャレンジしていけたらなと思います。ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。非常に楽しみです。よろしくお願いします。ではですね、ここで青木由美さんのですね、今後の夢をお伺いしてもいいですか？はい、私ですね、料理ってやっぱりコミュニケーションだと思ってるので、はい、料理作りっていうところを通して一人でも多くの、ね、方がこうコミュニケーションを円滑にしていけたらなって考えてます。はい、なるほど。ではですね、ちょっとこの辺りで今回のゲスト、青木由美さんからですね、告知をお願いしたいと思います。はい、毎月の第2と第4の火曜日の18時から、はい、愛され召し上がれという番組を行っております。
で番組で紹介させていただいたあの簡単レシピに関してはですね、あのインスタグラムなんかでも紹介をしていますので、はい、まあ、青木海で検索していただけると、はい、写真でも見ていただくことができます。まあ、実際にあの料理作ってみたいとか、あとはまあ恋愛相談したいという方に関しては、うん、あの教室の方でもやってますので、愛され飯ってホームページで検索していただけると見られると思います。ありがとうございます。私もあの青木さんのインスタグラムを拝見させていただきまして、あの今、まあ、話題といいますか、あの流行りのインスタ映えのする料理がたくさんあって、もうこれはすごい作りたくなっちゃうなというふうにすごく感じました。ありがとうございます、はい、ではですね、皆さんぜひあのフォローなどね、ぜひしていただければなと思います。それではですね、今回ゲストはですね、料理カウンセラー愛され飯協会代表で、今月から始まった新番組、愛され飯上がれのメインパーソナリティでもいらっしゃる青木由美さんでした。青木さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。そして今回ね、ゲスト出演していただきましたおきみさん、本当にありがとうございました。そしてですね、今月の推しメンで、先ほどねご紹介させていただきました、青木由美さんの出版された、著書ですね、絆出版社から、出版されております、彼の心と胃袋をつかむ愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるという、なんとこちらの、本ですね、なんといただいてしまいました。ありがとうございます。もう本当に、まあ、私こそ読まなければならない本当に大事な本ですので、ぜひぜひたくさん読ませていただければなと思います。こんな女性と結婚したいと思われる、身につけた9割以上の運命の9割以上が運命の相手にたどり着いた簡単料理の美味しい極意、ちゃんと読みますですね、青木由美さんの、そして佐々木千秋さんがですね、の、番組にもですね、お呼ばれされていただいておりまして、本当にありがとうございます。愛され召し上がれですね、とてもゴールデンレシピ非常に楽しみです。頑張ってね、砂糖飯でね作っていけたらなというふうに思っております。本当にありがとうございます。青木さん、たくさん読ませていただければなと思います。ありがとうございます。はい、そうですね、番組オープニングで、申し上げました、映画ドラマの出演情報などに関しましてはですね、詳しくは、ウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご感想ご質問など、お便りをですねたくさんお待ちしておりますので、ぜひこちらまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、 info@plus-vox.com、 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。